ヘンリー・フォードはアメリカ合衆国の企業家、自動車会社フォードモーターの創設者であり、工業製品の製造におけるライン、生産方式による大量生産技術開発の講演者である。フォードは自動車を発明したわけではないが、アメリカの多くの中流の人々が購入できる初の自動車を開発、生産した。カール・ベンツが自動車の生みの親であるなら、自動車の育ての親は、 ヘンリー・フォードとなる。T 型フォードは世界で累計1500万台以上も生産され産業と交通に革命をもたらした。フォードモーターの車種として世界有数の富豪となり有名人となった。安価な製品を大量生産しつつ労働者の高賃金を維持するフォーディズムの創造者である。フォードはまた消費者優先主義が平和の鍵だというグローバルなビジョンを持っていた。 体系的なコスト削減を強力に推進し、多くの技術革新やビジネス上の革新をもたらした。例えば、北米全土及び世界の主要都市にフランチャイズシステムによる販売展望を確立した。遺産のほとんどを報道財団に残したが、遺族がその組織を恒久的に運営できるよう手配した。第一次世界大戦の頃には平和主義を主張したことで知られていると同時に、 国際ユダヤ人という書籍を出版するなど、反ユダヤ主義者としても知られている。1863年7月30日、ミシガン州ディアボーンのグリーンフィールドで生まれる。農場を経営する父、ウィリアム・フォードは、アイルランドの航空圏生まれで、もともとは西イングランドの家系である。母メアリ・リトゴット・フォードは、ミシガン州生まれで、 ベルギーからの移民の末っ子だったが、幼い頃両親を亡くしたためをはーんという隣人の養子となっていた。6人兄弟の長男で、テ前には、マーガレット・フォード、ジェーン・フォード、ウィリアム・フォード、ロバート・フォードがいる。10代になると父から懐中時計を与えられた。15歳の頃には、友人や近所の人たちの時計を何度も分解、組み立てし、 時計修理がうまいという評判を得ている。1876年に母が亡くなり、ショックを受ける。父は農場を継いでもらいたかったが、フォードは農作業を軽蔑していた。後に、私は農場には何の愛情も持っていなかった。私が愛していたのは農場にいる母だったと記している。25歳のヘンリー・フォード1879年に家を離れ。 近くの都市デトロイトのジェームズ・カイ・フラーブローズに見習い機械工として就職し、その後デトロイト・ドライドック CEO に移った。1882年、ディアボーンに戻って農場の仕事をしていたが、そこでウェスティングハウス製の過半型蒸気機関の操作に熟達するようになった。その経験から後に、ウェスティングハウスで蒸気機関の修理工として雇われた。 その頃デトロイトのゴールドスミス、ブライアントストラトンビジネスカレッジで簿記を学んでいる。20歳頃には日曜日に4マイル離れた米国製公会の教会に通っていた。1888年、クララーラ、ブライアントと結婚。その頃は農場と製材所経営で生計を立てていた。子は一人だけでエドセルと名付けた。フォード初の自作四輪自動車。 フォード・クワドラサイケル1891年にはエジソン証明会社の技術者となり、1893年にはチーフエンジニアに昇進した。これによって、フォードは来年期間の個人的な実験に十分な時間と金銭を費やすことができるようになった。幾多の実験の末、1896年にフォード・クワドラサイケルと名付けた自作四輪自動車の製作に成功。 6月4日には、試運転を行った。様々な試運転の後、この四輪車の改良を検討した。同年、パーティー会場で尊敬するトーマス・エジソンに初めて、愛自分の自動車への夢を熱く語り、エジソンは報道を励ました。1898年、二代目の自動車を完成させた。1899年8月5日、エジソン証明会社を辞め、 デトロイトの製材王ウィリアム・ H ・マーフィーの資金援助を得て、デトロイト自動車会社を創業。副社長兼、チーフエンジニアに就任。しかし生産した自動車は期待したより低品質で、高価格で、同社は1901年1月に解散した。C ・ハロルド・ウィルズの助けを得て、フォードが設計、製作した26馬力の自動車で1901年10月。 レースに出場し良い結果を残した。この成功を見た、マーフィーらデトロイト自動車会社の出資者らが1901年11月30日、ヘンリー・フォード・カンパニーを創業し、フォードはチーフエンジニアに就任した。1902年、マーフィーはコンサルタントとしてヘンリー・リーランドを連れてきた。その結果としてフォードは自身の名を冠した、この会社を去った。 コードがサルとマーフィーは同社をキャデラック自動車会社と社名変更している。かつて自転車レーサーだったトム・クーパーとチームを組み、80馬力以上のレースカー999を製作し、1902年10月レースでバーニー・オールド・フィールドが運転して優勝した。その結果、古い知人でデトロイトの石炭販売業者、アレキサンダー・ワイ・マルコムソンが支援を申し出た。 彼らは、フォードマルコムソンを創業。フォードは安価な自動車の設計を行い、工場を借りて、ジョンとホレスイードッジの機械工場に16万ドル分の部品を発注した。左端からフォードとエジソン、ウォレン・ハーディング大統領、ファイアストームしかし、フォード マルコムソンの自動車の販売は鈍く、ドッチ兄弟が最初の出荷分への支払いを要求した際に危機が訪れた。その際、マルコムソンは新たな出資者を集め、ドッチ兄弟には新会社の株式の一部を渡すことで納得させた。それにより1903年6月16日、フォードマルコムソンは資本金2万8000ドルで新会社、 フォードモーターカンパニーへと再結成された。最初の出資者は、フォードとマルコムソンとどっち兄弟の他に、マルコムソンのおじ、ジョン・エス・グレー、マルコムソンの秘書 EN、ジェームズ・クーザンス・ジェームス・クーゼンス、マルコムソンと関わりが深い二人の法律家ジョン、W ・アンダーソンとホレス・ラッカムがいた。新しく設計した車の性能を見せるため、フォードは、セント・クレア湖の標上1マイルを走らせ、 39.4秒の記録を出し、自動車速度の世界新記録を受立した。バーニー・オールド・フィールドは、この結果に納得し、国中でその自動車を運転して回り、アメリカ全土にフォードの名を広めた。フォードはまた、初期のインディ500も講演している。フォードモデル T フォードの組み立てライン T 型フォードは1908年10月1日に発表された。 ハンドルが左にあり、間もなく他社もそれに習った。エンジンとトランスミッションは全体がボンネットで覆われている。エンジンは4気筒が1階で鋳造されている。サスペンションには2つの半ン円形バゲを使っている。運転は非常に単純で、修理も容易かつ安価に済む。1908年の発売当時。 富裕層相手の手作りの自動車が3000ドルから4000ドル、同クラスのタメーカーの自動車でも1000ドル近い価格であったのに対し、T 型フォードは825ドルの低価格であった。その後も年々価格が下がっていき、1920年代にはアメリカ人ドライバーなら誰でも T 型フォードの運転方法を学んだことがあるという状況になっていた。 フォードは新製品についての記事や広告をデトロイトのあらゆる新聞に掲載させる大々的広告展開を行った。また販売店網を確立し、北米のほとんどの都市に販売店を設けた。各販売店は独立採算のフランチャイズ方式であり、フォードの宣伝だけでなくモータリゼーションの象徴ともなった。新米ドライバーを助けるモータークラブが各地にできた。 コードは業務用に自動車を使おうと考える農夫にも積極的に売り込んだ。売り上げは急増し、数年間は毎年100%以上の伸びを示した。常にさらなる効率化とコスト削減に努め、1913年にはベルトコンベアによるライン生産方式を導入し、生産能力が大幅に強化された。一般に、 フォードがその方式のアイデアを考案したとされているが、当時の資料によればその方式を考案し、発展させたのは、クラレンス・エイブリー、ピーター・ E ・マーチン、チャールズ・ E ・ソレンセン、C ・ハロルド・ウィルズという従業員だった。ライン生産方式を採用することで、販売価格を低く抑えながらも、販売数量を拡大することができ、企業利益を確保するという考え方を実現できた。 この大量生産方式は他の工業生産にも応用され20世紀の工業社会を可能にした。1914年には販売台数が25万台を超えた。1916年には最も安価なモデルが360ドルという価格になり販売台数は47万2千台に達した。1918年までにアメリカで保有される自動車の半分は T 型フォードとなっていた。車体の色は黒ばかりだったが、フォードは事前に黒にしておけば、お客様が好きな色に塗り替えることができると記している。ライン生産方式を採用する以前、黒の塗料が最も乾きが早いので黒にしたという事情もある。実際、赤など他の色の T 型フォードも販売されていた。T 型フォードは1927年まで生産され、続けた。 最終的な総販売台数は1500万7034台で、1908年の登場から19年間で樹立した記録である。この記録は45年間破られなかった。1918年、ウッドロー・ウィルソン大統領は、アメリカ合衆国上院選挙にて、ミシガン州で民主党から立候補するようフォードに依頼した。第一次世界大戦中だったが、 フォードは平和主義を唱え、提案されていた国際連盟を強く支持した。結果、元アメリカが州国海軍長官で共和党から立候補したトリューマン・ニューベリに敗れた。1918年12月、ヘンリー・フォードはフォードモーターの社長職を息子、エドセル・フォードに譲った。しかし最終決定権は保持し続け、しばしば息子の決定を覆した。 そしてヘンリー・フォードサンという新会社を設立し、フォードモーターの重要な従業員を引き抜いた。これは、フォードモーターの他の株主を恐れさせ、株価が下がる前に株を売らせ、自身がその株を買い取って、フォードモーターを完全に制御できるようにする、企みだった。この策略はうまくいき、ヘンリーとエドセルが株式を占有して、フォード一族が会社の所有権を確保することになった。 1920年代半ばには、ライバルとなったシボレーやクライスラーが、新しいデザインや多彩なカラーを導入したため、同じデザインで、黒一色しかなかった T 型フォードの売り上げは落ち込み始めた。息子の助言にもかかわらず、フォードは T 型フォードのデザインを変更することには強く反対した。この時代には、T 型フォードはいわば時代遅れとなっており、 新しいデザインの車が求められたのである。また他社がクレジットによる自動車購入プランを提供したのに対しフォード社はクレジット販売をしなかった。エドセルはクレジットの導入を進めたがヘンリーはこれにも反対した。これはそのような仕組みは経済に悪影響を与えるとの考えからであった。フォードモデル A フォードとエイジソンとファイアストーンエドセルは 新しいモデルの投入が必要であることを父に説得し続けた。ヘンリーは1926年になってようやくそれを了承する。こうして1927年12月に A 型フォードが登場し1931年まで販売された。エンジンやシャーシなど技術的設計はヘンリーが指揮し、息子には外観の設計を任せた。エドセルはまた 父の反対を押し切って、スライド型シフトのトランスミッションを何とか採用した。A 型フォードは1927年12月に登場し、1931年まで総計で400万台以上が生産された。その後は、ゼネラルモーターズに習って、毎年モデルチェンジするようになった。クレジット販売へのフォードの反対は1930年代まで。 続いたが、結局ユニバーサル・クレジット・コーポレーションという子会社を創設し、同社は主要な自動車向けクレジット会社となった。フォードは会計士を信じておらず、世界有数の巨額の財産を監査も受けずに、蓄えていた。日給5ドルタイムし1935年1月14日、T 型フォード生産の最盛期には、賃金は1日あたり6ドルとなった。また、 さらに投資により、社の利益を共有する計画なども提供された。フォードは、福祉資本主義の先駆者で、転職率が高く毎年多数の労働者を新たに雇用しなければならない状況を改善するためもあり、労働者の待遇改善に努めた。最良の労働者を雇い続けることも、効率向上の手段である。1914年、日給5ドルを提示し、 従来の賃金のほぼ2倍として世界を驚かせた。オハイオ州クリーブランドの新聞はこの発表についてこの不況下の暗雲を突き抜けて目を眩ませるようなロケットを放ったと評した。 新たな労働者を雇う必要がなくなり、デトロイトで最上の機械校が集まったため、生産性が向上し、職業訓練コストが低減した。日給5ドルを発表したのは1914年1月5日のことで、熟練労働者の最低日給を2.34ドルから5ドルに引き上げるというものだった。また資料によって、詳細は異なるが、1週間の労働時間も減らした。 1922年の時伝によれば、週に6日間、1日8時間で48時間と記されており、1926年には、週5日間の40時間労働となっている。デトロイトは、アメリカの中でも高賃金の都市だったが、フォードの賃上げのせいで競争相手は賃上げするか、熟練労働者を失うかという状況に追い込まれた。 さらに給料が増えた労働者は自分たちが作っている自動車を購入できるようになり、経済的にも良い波及効果をもたらした。フォードはこの方針を賃上げというよりも、利益分配だと説明した。フォードに日給5ドルを進言し納得させたのは、当時のデトロイト市長、空前スとも言われている。利益分配の対象は6ヶ月以上勤続した。そこに、問題のない労働者に限られた。 深酒やギャンブルなどの癖があるものは対象外とされ、そこを調査のために50人の調査者とサポートスタッフを雇った。大部分の労働者は利益分配の資格を得ることができた。フォードが従業員の私生活にまで踏み込んだことには批判もあったため、間もなく調査の手を緩めることにした。1922年の回想録では、このことについて過去型で記し、 産業界に温情趣味の入り込む余地はない。従業員の私生活を覗き込むことに依存した福祉は時代遅れである。人は相談と助け、しばしば特別な助けを必要とするが、すべては良識に則っ,って行われるべきである。しかし従業員の待遇改善は外部での社会事業よりも産業を強固にし、組織を強化する最良の手段である。我々は 原則を変更せずに支払い方法を変更したと記している。労働組合一方で、フォードは労働組合には強行に反対した。フォードは1922年の改装録で組合についても記している。彼は組合の何人かのリーダーの影響が強すぎ、彼らが表向きは良い動機で動いていたとしても、最終的に害を及ぼすことになると考えていた。 組合の多くは雇用創出のために生産性を制限させようとしたが、フォードから見れば生産性向上はあらゆる経済的繁栄に必須の条件だったので、彼は組合を自滅的だと考えていた。彼は生産性向上によって一定の職が失われたとしても、生産性向上によって景気が刺激され、新たな雇用が生まれると信じていた。フォードはまた、組合のリーダーは、 社会や経済の危機を恒久的に先導することで自らの影響力を維持しようとする盗作的な動機を持っていると信じていた。一方で賢い管理者は自らの利益を増大させるという動機で労働者を正しく偶すると信じていた。フォードは良い管理職が左右からの攻撃をかわし続ければ最終的に不良管理職も組合も活動できない。 社会経済体制が作られるだろうと信じていた。組合結成を防ぐため、フォードは元海軍でボクサーでもあったハリー・ベネットを総務部門のトップに据えた。組合結成の動きを潰すため、ベネットは様々な威嚇戦略を実施した。特に有名な事件として、1937年5月26日、ベネットのボディガードらがウォルター・ルーサーを含む、 全米自動車労働組合の主要メンバーに暴行を加えた。その時現場には警察署長カール・ブルックスもいたが彼はベネットの総務部門出身であり暴行を止めようとしなかった。この事件はザ・バトル・オブ・ザ・オーバーパスと呼ばれている。1930年代末から1940年代初めにかけてエドセルは暴力や仕事の放棄や行き詰まりを永遠に続ける。 わけにはいかないと考え、組合との団体交渉のようなものが必要だと考え始めていた。しかし父ヘンリーはそのような妥協を拒んだ。その後も結成されようとしている組合との交渉役をベネットに任せている。ソ連戦の回想録によれば、ヘンリー・フォードがベネットを交渉役にしたのは合意を形成しないためだったことが明らかである。フォードモーターは デトロイトの自動車メーカーの中で最後まで全米自動車労働組合を認めなかった。1941年4月、UAW がフォードの工場で座り込みストライキを行った。ソ連戦の改装録によれば、取り乱したヘンリー・フォードは、組合と妥協するぐらいなら、会社を潰すとまで言ったが、妻クララは家業を潰すなら、離婚すると言った。 彼女は息子や孫に会社を引き継がせたいと考えていた。ヘンリーは妻の最後通帳に従った。一夜でフォードモーターは UAW の契約条件に最も抵抗する会社から最も好意的な会社へと変貌した。1941年6月、契約書に署名が行われた。ただし、フォードモーターにおける組合の完全な結成は、 フォードが引退した1945年まで行われなかった。スペインの郵便航空会社が使用したフォード 4AT 解放化の自動車会社と同様、フォードも第一次世界大戦中に航空機製造に乗り出しエンジンを生産した。戦後は自動車製造に戻ったが、1925年フォードはスタウトメタルエアプレーンカンパニーを買収した。フォードの最も成功した。 航空機はフォード 4AT トライモータで波型の金属板を使ったことからブリキのガチョウと呼ばれた。アルミニウムの耐腐食性とジュラルミンの強度を兼ね備えたアルクラットという信号機を採用している。フォッカーのバイブ 3M とよく似ており、フォードの技術者がフォッカーの機体をこっそり計測して真似をしたとも言われた。 トライモータは1926年6月11日に初飛行し旅客定員12名の旅客機として使われたが乗り心地は良くなかった。アメリカ陸軍向けにいくつかの派生型も生産している。スミソニアン博物館はフォードが航空機産業を変革したとしている。世界恐慌で売り上げが低迷したため1933年に 航空機製造から撤退するまでに199機のトライモーターを生産した。なお、第二次世界大戦中は B-24 爆撃機を大量生産したことがある。フォードは戦争を大いなる浪費と捉え、戦争反対の立場だった。戦争に資金提供していると思った人には非常に批判的になり、そのような行為を止めさせようとした。1915年。 平和主義者、シュビンメルロージカと親交を深め、第一次世界大戦が勃発したヨーロッパに、ピースシップを送り出す資金を提供することになった。フォードは170人の平和主義者と共にその船に乗船した。サミュエル・エス・マルキス牧師もこれに加わっている。マルキスは1913年から1921年まで、フォードモーターの社会貢献部門を任されている。フォードは、 ウィルソン大統領にもこの計画について話しているが政府からの援助はなかった。彼らは中立国のスウェーデンとオランダに寄港し平和活動からと会談している。フォードは多くの嘲笑の対象となったためスウェーデンに到着するや稲や船を降りた。フォードのイギリスの工場はトラックや航空機エンジンの他に食料増産のためにトラクターを生産した。 1917年、アメリカが参戦すると、フォードモーターは、航空機や対戦艇用のエンジンを生産するなど、軍需も受け負っている。1918年、ウッドロー・ウィルソン大統領に壊れ、ミシガン州の上院議員選挙に出馬。ウィルソンの提唱する、国際連盟を支持する立場で選挙を戦ったが、大差で敗れた。フォードは、 アメリカの第二次世界大戦参戦に反対しており、国際的事業が戦争の進展を阻み繁栄を生み出せると信じていた。フォードは戦争とは欲張った資本家が人類を殺戮することで利益を得ようとする行為だと主張。1939年にはドイツ海軍の潜水艦がアメリカの商船を来撃したのもアメリカ参戦によって、 利益を得ようとする資本家の陰謀だとさえ主張した。フォードが資本家と呼んでいるのはユダヤ人のことであり、第一次世界大戦もユダヤ人が戦争を助長したと告発している。第二次世界大戦の準備段階から1939年の参戦において、フォードは交戦国と取引したくないと述べている。大恐慌時代を経験した他の実業家と同様、フォードは ルーズベルト政権を完全には信頼せず、ルーズベルトがアメリカを戦争に向かわせたと思っていた。しかしフォードは軍需品も含めてドイツと取引し続けた。1940年、フランス人捕虜を100から200人挑発して、フォードベルケで働かせ、1929年のジュネーブ条約第31条に違反。その頃アメリカは参戦前でドイツとの外交関係を、 立つ前であり、フォード・ベルケは、フォードモーター本社の監督下にあった。戦争の進展とともに労働力として、さらに捕虜を使うようになっていたが、ドイツ当局が捕虜の挑発を要求したわけではない。ロールス・ロイスは、同社の航空機エンジンバーリンをアメリカで、生産してくれるメーカーを探し、最初に強引に達したのがフォードだったが、契約は取り消された。 アメリカが1941年後半に参戦を決めるとフォードもそれに従った。しかしフォードの参戦支援は問題が多かった。アメリカ参戦が決まるとフォードはミシガン州デトロイト近郊のウィローランにて新工場建設を命じた。1941年春に着工し1942年10月に B-24 爆撃機の1機目が完成している。その工場は世界最大の組み立てラインを有していた。1944のピーク時には月産650機の B-24 を生産していた。ウィローラン工場では総計9000機の B-24 を生産した。1930年代以末からたびたび心臓発作に襲われるようになり、 フォードは名目だけの経営者になっていた。実際の決定は彼のなで他者が行っていた。1943年、エドセル・フォードの早すぎる死の後は、ヘンリー・フォードが社長に復帰したが、彼の精神力は衰えていた。実際の会社経営は、チャールズ・イ、e、ー・ソ連戦を中心とした上級管理職や主要な議士らが行った。 フォードはのけものにされていると感じ、ソ連船が評価されていることに嫉妬を覚え、1944年にソ連船を解雇した。フォードの不調による同社の衰退に対し、アメリカ政府は若手管理職の造反なども含めた対策を検討したことがある。幸い、終戦を迎えた時点で、フォードモーターは倒産することなく存続した。エドセルの未亡人は、 ヘンリー・フォードの追放を拡作し、息子ヘンリー・フォード2世が社長に就任し、全権を掌握した。1918年、フォードの側近で秘書のアーネスト・ジー・リーボルドが、フォードのために週刊紙ディアボーン・インディペンデントを購入した。同志は8年前の総刊で、1920年から1927年までリーボルドが編集長を務めた。 フォードはこの新聞の定期購読をアメリカ全土のフォード社販売店に義務付け、ユダヤに関する記事を多数掲載した。フォードの反ユダヤ主義には反発も強まり、ユダヤ系市民の間でフォード社の不買運動が発生した。米国ユダヤ協歴史協会は移民排斥的、反労働者的、反アルコール飲料的、反ユダヤ主義的と論評した。フォードは ディアボーン・インディペンデント誌に掲載された記事を集めて、1920年から1922年にかけて全4巻のザ・インターナショナル銃を観光し、ドイツをはじめ16カ国語で翻訳された。フォードがユダヤ人を敵視するようになったのは、1915年末にフォードが各国に戦争を中止するために平和巡航船を巡航させた時であった。 この企画の中心人物は、ハンガリー出身のユダヤ人フェミニスト、平和主義者のロージカ・シュビンメルで、ジャーナリストのハーマン・バーンスタインも同乗した。しかし、6年後の1921年に、フォードは、船には非常に尊大なユダヤ人が2名乗っており、そのユダヤ人たちは、ユダヤ人が握っている金と権力、そして報道を支配している実態について語り、ユダヤ人だけが、 世界大戦を止めさせることができると述べたことに嫌気が、さしたが、こうして、戦争と革命の原因を見抜いたと述べた。1920年代のアメリカでは、ロシア革命はユダヤ人が起こし、また、アメリカが第一次世界大戦に参戦させられたのも、ユダヤ人だとするアメリカの反ユダヤ主義が流星していた。ディアボーン・インディペンデント編集者には、アングロイスラエリズムの影響を受けた。 宗派ブリティッシュイズリアライツに属するカナダの記者、ウィリアム・キャメロンがいた。キャメロンは、ユダヤ人は古代イスラエル十二部族の一つに過ぎず、イスラエルの民を代表するものではないし、ユダ族は、聖書時代から常に、不和の種をまいてきたと論じた。1921年のフォード名義の記事で、ユダヤ人は2000年間平和な生活を送ることが、できなかったし、 今日でも衝突でひっかき回す運命にあるが、イスラエルの失われた銃氏族に反セム主義と告発できるとは誰も考えないと述べるなど、アングロイスラエリズムの影響が見出される。フォードは1920年5月22日付の同新聞でファンがアメリカ野球についての問題を知りたいなら、それはサン語で表せる。トゥーマッチジューズだと発言した。 同志の反ユダヤ主義は反共主義とも通じており、共産主義者の75%がユダヤ人である、等という記事も掲載された。アメリカでの反ユダヤ主義の流星に対して1920年12月、アメリカユダヤ人委員会は、冊子、議定書、ボルシェビズム、ユダヤ人を発行し、反論した。12月24日、ユダヤ教、カトリック、 プロテスタント三宗派連合で少数民族とユダヤ人への迫害を断罪する共同声明を発表した。この三宗派共同声明ではユダヤ人の中には革命運動で際立った役割を果たしていることは認めるしユダヤ人は他の民について言えるように善人も悪人もいるがスラム、炭鉱、家畜処理場で ユダヤ人が憎しみを現ずるものでなかったことについては、アメリカ人は恥を持つことになるだろうと述べられた。1921年1月16日のウッドロー・ウィルソンら歴代大統領補化著名人の共同声明は、フォードらの反ユダヤ主義は反アメリカ的で、反キリスト教的であると非難した。アメリカ氏はフォードに抗議するユダヤ人について、 ユダヤ人の素早さは称賛すべきであると報道した。1921年2月、ニューヨークワールド市で、フォードは、私が唯一言えることは、その内容が実際に起きてきた出来事と一致しているということだけであると述べている。その間、フォードは、彼の70万部を発行する新聞を通して、極右的傾向と宗教的潜入感を持った著名なスポークスマンとして、活動し始めた。 1921年にディア・ボーン・インディペンデント・神はロンドンとニューヨークに代理政府を置いているオール・ジュダーンはドイツへの復讐に成功した後イギリスを主中に収めロシアもユダヤ人に敗北してしまうだろうと述べて寛容なアメリカはユダヤ人にとって約束の地なのだと述べたまたフォードはニューヨークのユダヤ人はロシア最後の皇帝に代わる人物を任命したとも 述べた。この記事に対して、ルイス・マーシャル弁護士は抗議したが、フォードは、マーシャル弁護士の精神的均衡こそ、疑わしいと反論した。フォードのユダヤ人批判に対して、ジェイコブシフはここでフォードと揉めると、大火事になってしまうと考え、抗議を断念した。さらに同志は、シオン賢者の議定書の紹介をはじめ、1921年8月には、 シオン賢者の議定書のアメリカ版が出版され、経済界有力者や国会議員の手に入った。同じ頃ロンドンでタイムズ紙でそれが議書であるとの報道がなされた。1921年末、フォードは南北戦争を誘発したのはユダヤ人であり、リンカーンを暗殺したのもユダヤ人であると述べた。作家チェスタトンはフォードを訪ねた後、フォードは事前家であり、 発明者であり、芸術家であるが、このような人間が、ユダヤ人問題の存在に気づいたというのなら、それは現実に、ユダヤ人問題が存在するということの証拠である。それは断じて反ユダヤ的な偏見のなせる号ではないと、評した。しかし、1922年には、ディアボーミインディペンデントに掲載される反ユダヤ記事の、間隔が開き始め、また、 サンフランシスコの弁護士でユダヤ系農場の共同組合を組織したアーロン・サピロから名誉毀損で訴えられた。名誉毀損防止同盟はフォードは新聞記事でユダヤ人に対するポグロムや暴力を明確に非難している一方で集団暴力事件を起こしているとしてユダヤ人を非難している。ADL は著名人を集めフォードのメッセージに公然と反対し デトロイトの新聞で反対意見を掲載し続けた。実は、フォードは新聞記事を書いたことはなく、単にフォードの名前を記事の署名として使うことを許していただけだったという。実際、彼がほとんど何も書いていないという証拠も法廷に提出された。友人や仕事の関係者は、ディアボーン・インディペンデント紙の内容についてフォードに忠告したが、 フォードは見出しを読んだだけで中身を読んでいなかったという証言もある。フォードの名で記事を書いた編集者、ウィリアム・キャメロンは裁判で、フォードは論説と無関係であり、フォードと内容について議論したこともないし、内容を承認してもらうために、フォードのところに出向いたこともないと証言した。しかし、裁判ではフォードがインディペンデント誌の内容を出版前に知っていたとする証拠も提出された。 ディアボーン・インディペンデント氏の元従業員、ジェームズ・エム・ミラーが、フォードからさ、ピローのことを暴き立ててやるつもりだと聞かされたと、先制証言したことで、この不合理な証言の信憑性は徐々に蝕まれていった。また、キャメロンが、フォードの指示なしで出版し続けたというのは関係者には、想像できないことだった。ユダヤ人とキリスト教自由主義者らによるフォード者不敗、運動もインパクトがあり、 フォード社の販売が急落した。客にインディペンデント紙を渡していた販売店は廃刊になる前には配られた同志を買い占めて廃棄せざるを得なくなっていた。フォードは1927年夏に同志を廃刊し、ADL のジークムントリビングストンにそれまでの見解を取り消し謝罪する胸の公開書簡を送り、これまで反ユダヤ主義出版物を廃棄した。 フォードの謝罪は歓迎された。1927年7月にフォードが受け取った数百通の手紙のうち5分の4はユダヤ人からで彼らはほぼ例外なくフォードを称賛していた。国際ユダヤ人については著作権が複雑化していたがフォードが訴訟を起こし1942年に出版停止となった。他方フォードモーターは黒人を積極的に雇用し また女性や身体障害者もいち早く雇用している。ユダヤ人労働者や供給業者から告発されたことはなかった。また、フォードと親しかった有名なユダヤ人としてデトロイトの裁判官、ハリー・ケイダンがいる。ビジネス上はユダヤ人の優秀さも買っており、フォードの工場はユダヤ系のアルバート・カーンに設計させている。なお、フォード以降も非公開。 チャールズ・リンドバーグやカトリック司祭、チャールズ・コグリンは1930年代に反ユダヤ主義発言を主張した。フォードはワーグナー、チェンバレン、ヒトラーと同じく菜色主義者であり、強い酒、コーヒー、紅茶、タバコをハットとしたが、こうした異物拒否の脅迫がユダヤ人に差し向けられたとポリアコフは見ている。国際ユダヤ人のドイツ語版、国際ユダヤ人ドイツ語版。 1922年、テオドル・フリッチ・フォードの国際ユダヤ人はドイツ及び国家社会主義ドイツ労働者等に大きな影響を与えた。1922年、フォードの国際ユダヤ人ドイツ語版が反ユダヤ主義の活動家で出版社のテオドル・フリッチによって刊行された。ドイツ語版では注釈がただしくあり、フォードがユダヤ人には 悪玉も善玉もいると書いた箇所については、これは恐るべき幻想であり、全ユダヤ人が一体となって人類を下げ住んでいるのであるとフォードを批判した注釈もあった。ベルリナーターゲーブラッド氏やニューヨークタイムズ氏は1922年12月に、フォードはナチスを財政支援していると報道した。1923年頃、フォードが大統領選挙に立候補するという噂が流れ、 シカゴトリビューン紙はヒトラーの取材を行い彼のコメントを掲載した。私はすぐにでも突撃隊員を率いて彼の選挙運動を支援したいと思う。彼、ハインリヒフォードこそは米国におけるファシズム、運動育成の指導者である。この報道は再びユダヤ系グループの反発を招き大きな非難を受けた。1923年にはアドルフ・ヒトラーは 自宅の居間にフォードの写真を掲げ、来訪者に国際ユダヤ人をプレゼントしたという、ヒトラーの著書、我が闘争で唯一言及されているアメリカ人がフォードだった。ヒトラーは、フォードは、奮劇に対抗し、1億2000万人の国家の支配者たちから完全な独立を維持している偉大な男と記している。また、国際ユダヤ人からの引用と思われる部分も、 存在する。1931年、デトロイトニュース誌の記者への談話として、ヒトラーは、フォードのインスピレーションを評価すると述べ、机の横に、フォードの等身大の肖像を置いていると述べた。ヒトラーはフォードを尊敬しており、彼の理論をドイツで実践するためベストを尽くしたいと述べ、T 型フォードをモデルとして、フォルクスワーゲンを作らせた。1924年、 ハインリヒヒムラーは、書簡でフォードを、我々の最も貴重で重要で、基地に富んだ闘争者と評している。1924年2月1日、作曲家、リヒャルト・ワーグナーの息子、ジーク・フリート・ワーグナーとその妻・ビニ・フレートの紹介で、ヒトラーの代理人、クルト・リューデッケが、フォードの家を訪問し、ナチ党への援助を依頼したが、フォードは断ったとされる。 1927年に、それまでの反ユダヤ発言を撤回し謝罪したフォードは、ドイツ5番、国際ユダヤ人の回収を出版社フリッチュに依頼したが、フリッチュは、損害賠償を要求したため、回収を断念した。後に、ナチスの機関士、フェルキッシャー・ベオバハターは、フォードが謝罪したことについて、ユダヤ人銀行家が、英雄的な老兵をねじ伏せたと評した。 1937年1月、デトロイト11首クロニクル市に、国際ユダヤ人として知られる本のドイツでの出版とは、全く無関係とのフォードの言が掲載された。ナチスドイツからフォードに送られた、王十字ドイツは四勲章、第二次世界大戦勃発前の1938年7月、クリーブランドにて、ドイツ領事が、フォードの75歳の誕生日に、 第10次ドイツは死勲章を送った。ナチスドイツが外国人に与える最高位の勲章である。当時、すでにドイツによるユダヤ人迫害の情報はアメリカにも伝わっていたが、フォードは勲章を捨てるつもりも返すつもりもないと言明した。ゼネラルモーターズの海外担当副社長、ジェームズ・ D ・ムーニーにも同様の勲章が送られた。ニュルンベルク裁判で、 ウィーンの軍政長官として6万5千人のユダヤ人をポーランドに追放したヒトラー,ユーゲンとのリーダーバルドゥールフォン・シーラッハは次のように証言した。私や同僚が読んで影響を受けた反ユダヤ主義の本はヘンリー・フォードの国際ユダヤ人だった。私はそれを読み反ユダヤ主義者になった。私や友人たちにとって ヘンリー・フォードは成功の象徴であり、進歩的社会政策の代表だったので、その本に大きな影響を受けた。他方、第二次世界大戦中のフォードの側近は、フォードが80歳の頃、ナチスの強制収容所の映画を鑑賞し、その中の残虐行為に恐れをの,のいていたと述べている。フォードのナチス財政支援についてポリアコフは、考えられない事態であり、ヒトラー、ヒムラー、 シーラッハなどのナチス党員がフォードの著作を好んだとしても、それは一方通行の交換であったとしている。しかし、1977年、ヒトラーの代理人リューデッケをフォードに紹介したビニフレートは、1924年の面会の数年後に、フォードはヒトラーへの資金提供を手伝ったと証言した。ただし、フォードモーターはナチスへの寄与を否定しており、 証拠書類も見つかっていない。フォードの経営哲学はアメリカ合衆国の経済的自立を目指したものだった。フォードモーターのリバールージ工場は鉄鋼から生産する垂直統合を実現した世界最大の工場となった。フォードは海外との貿易に依存することなく一致から自動車を生産することだった。彼は国際貿易と国際協力が世界平和をもたらすと信じ、 そのモデルとして T 型フォードの生産ラインを作り上げた。1911年、イギリスとカナダに組み立て工場を建設し、まもなく両国でも最大の自動車メーカーとなった。1912年、ジョバンニアニエッリのフィアットと共同でイタリアに組み立て工場を建設。1920年代にはハーバーとフーバーの勧めもあって、ドイツにも進出した。 1920年代にはオーストラリア、インド、フランスにも工場を建設し、1929年には世界中に販売展網ができている。また、1920年代にフォードはブラジルのパラシュにてフォードランディアと呼ばれるゴムプランテーションを展開すべく広大な土地を買い付けた。これはフォード社の車にゴムタイヤを安定供給するために、 ゴム園のほか、その工場や労働者、家族のためのアメリカ風の街をアマゾンの奥地に設けたものであった。しかし、現地従業員にアメリカ風の食事が受け入れられず暴動が発生したり、素人による食生を全く無視したゴムの植え付けなどにより、南米剥がれ病というゴムの木を枯らす重大な病気が蔓延して失敗し、パラシュ内でプランテーションを移転させるも、 移転先でも同じ病気のたためにに失敗した結局1945年に報道者はブラジルでの土地をブラジル政府に売却しゴム栽培から撤退した。ブラジルではこの病気のために現在もゴムの供給を天然のパラゴムの木に依存している。さらに1929年にはヨシフスターリンからゴーリキーに工場を建設しないかと持ちかけられた。 アメリカから技術者らを派遣して立ち上げを支援し、その中には後の組合のリーダーウォルター・ルーサーもいた。フォードモーターはアメリカが外交関係を持つどんな国でも事業を行う方針だった。自動車販売を行う支社を各国に創設している。ドイツでのヘンリー・フォード1932年、フォードモーターは全世界の自動車生産の3分の1を占めていた。ヨーロッパ、特に ドイツでは、あるものは、恐れ、あるものは浸水し、すべての人々を魅惑すると評された。ドイツではフォーディズムが、アメリカの基本的理念を代表しているように、受け取られた。フォードが示した、生産規模、生産速度、標準、哲学は、ドイツ人にとって、アメリカ文化の代表例だった。フォーディズムは、信奉者からも、批判者からも、アメリカ資本主義発展の典型とされ、 自動車産業がアメリカの経済や社会を理解する鍵とされた。あるドイツ人は自動車はアメリカ人の生活を根底から変えており、今では自動車のない生活は想像できない。フォード氏が救世主義を解き始める以前、どんな生活だったのかを思い出すことさえ難しいと記している。多くのドイツ人にとってフォードは成功したアメリカ主義の本質を無限したものだった。 マイライフワークで、フォードは、貪欲さや、人種差別や、禁止眼的行為が排除されれば、経済と技術の発展によって、植民地主義や新植民地主義に基づく貿易が、なくなる日が訪れ、全人類が、真の恩恵を受けるようになると予測している。この考え方は、漠然としているが、理想主義的である。 フォード999とフォードとバーニー・オールドフィールド1901年から1913年まで、フォードは自動車レースへの関心を持ち続け、レースカーを製作し、ドライバーとして参戦していたが、後には専門のドライバーに運転させた。1909年、アメリカ横断レースに T 型フォードを改造した車で参戦し1位でゴールした。1911年には、 フランク・キューリックの運転で1マイルのスピード記録を更新。1913年、改造した T 型フォードでインディ500に参戦しようとしたが、車体重量が1000ポンド足りず断念した。スポーツとしてのルールの不備を指摘し、その後レースに参加することはなかった。マイ・ライフ・ワークで、フォードはレースについて否定的な論調で書いている。 彼が1890年代から1910年代にかけてレースに参戦したのは単に自動車の価値を証明するためだったとしている。しかしフォードはその考え方を改めた。そしてその後もレースに参戦していたらフォードモーターの自動車が勝っていただろうとしている。同調でフォードは交通、生産効率、寝ごろ感、信頼性、燃費、経済発展、 オートメーションなどの理想を語っているが、単にある地点から、ある地点へ素早く移動するという考え方にはほとんど言及していない。それにもかかわらず、フォードはレースに参戦していた時代に、自動車レースに大きな影響を与え、1996年にアメリカのモータースポーツ伝動入りを果たしている。フォードは発明家でもあり、アメリカで161の特許を取得している。フォードは、 物質科学及び材料工学に関心を持っていた。バナジウムコの採用に熱心で、金属材料の研究開発にも熱心だった。また、農産物からプラスチックを製造することにも関心があり、特に大豆からプラスチックを製造することに熱心だった。そのために、ジョージ・ワシントン・カーバーとも親交を結んだ。 大豆から生産したプラスチックは1930年代のフォード社で使われた。最終的に1942年、水ンカーというほぼ全体をプラスチックで作った自動車の特許を取得。構成の自動車より30%も軽量化され、構成よりも10倍の強度があった。さらに、ガソリンではなくアルコールを燃料としていた。しかし、 その設計が広く受け入れられることはなかった。当時まだ実験段階だった、修正材やバイオ燃料にも関心を持ち、木綿の潜在的用途にも関心を持っていた。キングスフォードの商標名で販売された成形木炭の開発にも貢献している。霧の兄弟 EG ーーキングスフォードがフォードの工場から出た木材の廃棄物から成形木炭を作ったのである。 トーマス・アルバ・エジソンとは友人であり、またヘンリーが技術者としてスタートしたのが、エジソンの経営する研究所だったため、エジソンは上司的存在でもあった。年齢差が16歳あったが、ヘンリーが独立し、フォード・モータースを立ち上げた後も、エジソンとは生涯にわたり、進行を続け、エジソンが実用的なアルカリ感電池を作ると、すぐさま T 型に採用。 エジソンの研究所が火事で焼けた際には無理しで資金援助を行った。1929年には白熱伝統発明50周年の記念祭をヘンリーが主催し、電球発明時のメンローパークの研究所を建物からすべて再現した。82歳のエジソンはそれに驚き、感動しながら電球発明を再現したという。ヘンリー自身は後にエジソンを 発明家としては優秀だったが経営者としては最悪だったと評価している。1943年5月、フォードモーター社長を務めていた息子エドセルががんで亡くなった。年老いて病気がちだったヘンリー・フォードは社長に復帰。その頃フォードは心臓の血管に問題を抱えており、精神的にも一貫性がなく疑い深くなっており、そのような職務には 不適当な状態だった。管理職の多くは彼を社長に迎えることを歓迎しなかった。しかしそれまでの20年間、公的には何の役職にもついていなかったにもかかわらず、彼は同社を事実上経営していた。取締役会や経営陣がフォードに反抗したことはなく、社長に復帰した時点でもそれは変わらなかった。 取締役会はフォードを社長に選び、終戦まで社長を務めた。その間に、同社は衰退し始め、1ヶ月で1000万ドル以上の損失を出した。フランクリン・ルーズベルト大統領の政権は、軍需生産を維持するために同社を国有化することも検討したが、実際には行われなかった。フォードの墓1945年9月、健康状態の悪化を理由に、フォードは、 孫のヘンリー・フォード2世に社長の座を譲り引退した。ヘンリー・フォード2世は1947年に保守派を一掃するためベネットを解雇している。1947年83歳でディアボーンにて脳内出血で死去。グリーンフィールドビレッジで行われた通夜には1時間に5000人の弔問客が訪れた。葬儀はデトロイトの教会で取り行われ、 デトロイトの墓地に埋葬された。最初に制作した自動車に乗ったヘンリー・フォード夫妻。ありがとうございます。